国鉄滝8500系貨車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍している、私有貨車である。本形式は、パラアルデヒド専用の30トン石炭車として1960年12月16日に一両が、三菱重工業にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号。 を前知し小滝と表記する。本形式の他にパラアルデヒドを専用種別とする形式は他に例がなく、唯一の存在である。落成時の所有者は、第日本セルロイドであり、その常備駅は、新越本線の新井駅である。所有者の名称は1966年2月17日に、ダイセル、1980年1月に、ダイセル化学工業へ変更された。 1979年10月より化製品分類番号年30が表記された。タンク帯は腐食防止のためステンレス構成であり、保温のため厚さ 50mm のグラスウール断熱材を巻き薄後半製の規制が設置されている。二役方式は積み込みは積み込み口からの上入れ、積み下ろしは液で缶と空気管使用による上出し方式である。液で缶と 空気管は S 時間を装備している。車体色は黒色、寸法関係は全長は11000ミ、mm、リメートル、全幅は2500ミ、mm、リメートル、全高は3874ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は6900ミ、mm、リメートル、自業席は30.5立方メートル、自重は19.3トン、換算量数は赤車5.0、空車2.0であり、 台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、車席が JR 貨物に継承され、2010年4月1日現在も在籍している。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840、増幹鉄道車両年間 P107。ありがとうございます。